安い。でももうそろそろ愛のエプロンとか、愛のエプロン？何やった？ハートのエプロンやっけ？愛のエプロンは番組名だね。さあ、ってことで次は、ちょっとこの宝箱のところに、最初から気になっとったよね。こっちいけんのかーいって思いよったんやけど。よく聞こえなかった。仲良くしてこうって言われたんだよ。聞いてあげて、ちゃんと。三毛猫が入っていた。お、早速くるみんの方やん。そこなぜずっと欲しいって言ってる私じゃないの、服。これ可愛いかな、ちょっと。ピンクとグレー？なんかちょっと紫がかったグレーみたいな感じかな。おばあちゃんの髪の毛とかにあるよね。あれなんでおばあちゃんって髪の毛紫とかに染めるんやろ。紫って個性的すぎん？絶対若い時せんやん、逆に。猫の服。猫を12種類集めよう。達成。12種類。なんかめっちゃ中途半端やね。はい。それじゃ、くるみんは私と同じ部屋に。やったね。早速好きレベルがアップ。好きなのかな？二人はお見舞いを覚えた。安全地帯で休む相手を元気づけて回復効果をさらにアップ。よし、それじゃあ、料理を、お任せで。よしよし。そのスライムゼリーはさっきゲットしたやつかな？はい、そして、みんなの様子は特になく、ゲームコーナーでルーレット。紳士の猫。紳士の猫をください。紳士の猫か、いいね。いいね。どんなんだ？ジェントルマンみたいな格好ってことかな？お、やったー！やったー！速攻でのお着替えやん。こういう感じか。なるほど。結婚式場におりそうな感じね。さあ、ここは、どうしよっかな。青いいな。青で行く。よし。それじゃあ、お小遣いは誰か欲しいですか？いや、誰も欲しくないのね。じゃ、貯めていくよ、お金。お金貯めていくよ。はい、この二人のメンバーで行きます。やっぱ、ミノタウルスは多分、4人揃ってから行った方がいいよね。ということなので、はい、次は、ミノタウルスのすぐ上の道を通っていきたいと思います。いっか。もうちょっとかな。何を私に内緒にしたの？何があったの？いけ。すげえ、一発や一発。強い。クルミも強い。やっほー。お腹痛いかも。それはない。めっちゃ否定するやん。超否定するやん。大魔王なんで顔を奪うの？うん、そうですね。一言で言うと、怪物を操るため。どういうこと？大魔王はたくさんの怪物を生み出します。でもその怪物たちは、そのままではまだ弱く、不完全な生き物です。これ思うんやけど、なんで顔は描かないの？描くとかじゃないか。別にみんな落書きから生まれたわけじゃないよね。そこに力を与え、大魔王に従わせるのが、人間の顔？そうなのです。なんかね、すごい、なんで作り出すときに顔はできんのやろ。顔って不思議だね。本当に不思議ですね。でも顔を入れたら、まあ、動き出す。っていう感じはなんか結構好きやけど。私が頑張らないと。確かに、私マイペースだからね。マイペースに任せてたらね、ダメやね。はい、じゃあちょっときっと宝箱があるであろう。まっすぐ。横に進んでいきたいと思います。右向きに。目が覚めてきた。うんうん。え、まだ目覚めてなかったの？だいぶ経ってますけど大丈夫かい？いけ。あれないよね。え、これは別にあれやろ、みんなチリチリになってからレベル上がったりとかしてるわけじゃないやろ。やのになんかめっちゃ一発なんやけど、くるみさっきから。え、なぜそんなにサクサクとやっつけられるの？
あれかな、連れ去られる前から結構強かったんかな。まあ、最初初期のメンバーやって、とかやったりしたら結構その後時間が、ねえ。その後結構時間が空いてるし、その時のレベルで今復活しても、でもレベル13までいっとんや。レベル13までいっとんや。元からそのレベルまでいっとったってことかな。強いよ。普通にさっきまで一緒にいた仲間たちより強いよ。お、みんなの様子。お久しぶりの会話が。アイラの好きな人って誰？いないよ。私はいるよ。へえ、いるんだ。もっと興味持ってほしい。めっちゃオウム返し。超オウム返し。いやでもなんか、あんまりこう自分が好きじゃない人とか、なんかそういう人には、とことんなんかオウム返しで返していくといいっていうよね。はい、ルーレットで、ミニゲームでルーレット。ハートの猫。ハートの猫。ください。てか、くるみんだけ次から次へと服装が変わっていくんやけど。足全然変わらん。ほら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 。来たよ。ハートの猫来たよ。またしてもこれくるみんやろ？ほらー。どういうこと？これ可愛いかも。あ、ちょっとあれよね。ミント。くるみんチョコミント好きやけんさ。ちょっとそれっぽい感じの色で。よき。はい、そして料理。お任せで。はぁ、やっと二人で食べれるようになった。まずいものを食べてしまったけれど。でもなんか感動やね。ずっと一人やったけん。はい、それじゃあお小遣いは欲しくないのね。なるほど。あえて自分で買いに行くのは嫌なんかな。自然になんかこう手に入ったらいいけど、みたいな。一応入るときと出ていくときは、大剣だもん。ちゃんと影があるんやね。はい、それじゃあ上の道へ。これ多分またクイズもまでね、伸びていくんじゃないかと思うけど。HP バナナ足りてるよ。足りすぎて。お、上級、中級、初級。なんかわからんけど、とりあえず私は初級に進んでいこうと思います。なんか強い敵が出てきそうな予感するけんさ。中級とか上級って。よし、来い。お、アイナが手助け。え、手助けしました？来たのか、今の。なんか全然わからんかったけど。何したんやろ。汗かいちゃった。めっちゃなんか、猫耳が蒸れそう。猫耳部分蒸れそう、頭。よし、来い。強いぞ。強いぞ、クルミ。何が納得できないの？一発でやっつけれんかったことが納得できんってことかな。やばい。よし。進みましょう。マリオの秘密知りたい。秘密は秘密だからいいんだよ。それを知ろうとしてはいけない。って言いたいことがあったら、相手から言ってくるはずやけん。言わないってことは、まだそれを話すほどの仲じゃないとかそういうことなんや、きっと。だから人の秘密を探ってはいけない。どうでしょう？いいと思うよ。仲良し3人。この時にあれだよね。この、カメラワークに収まってない、一番左側におるってことだよね、大賢者様は。カメラワーク。はい、開けます。250ゴールド、安い。でももうそろそろ愛のエプロンとか、愛のエプロン？何やった？ハートのエプロンやっけ？愛のエプロンは番組名だね。なんかあれがゲットできるやろ。だから早く欲しがってください。武器はとりあえず買い替えたので、防具を欲しがってください。好きかも。二人はあげるを覚えた。
相手が回復グッズを使い切っちゃった。そんな時に自分のをあげる。どんどん優しくなっていくね。はい、それじゃあ料理、これまたしてもお任せでいきます。マハラジャもびっくり。なんか横にあったカレーの説明、特上チキンカレーやって。ほい、そしてゲームコーナーでルーレット、ハートのエプロンや。愛のエプロンじゃなくてハートのエプロンや。よし、来い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 、ハートのエプロンがいいな。絶対当たらんけど、これ MP やめパターンやな。おお。特上ローストグリフォン、グリフォン食べられちゃう。つらつらい、しかししょうがないんかな。はい、それじゃあお小遣いは欲しくない。お、欲しくないのね。じゃあ出発しましょう、この2人で。次見つける顔は誰かな。はい、それじゃあ左側進んでいくよ。ちょっと右側に伸びていくんかと思った時にびっくりした。そっちかーいって感じ。ピックルの顔、そろそろかな。どんな怪物にくっついてるんだろう、ちょっと楽しみだったり。いやいや、早く助けてあげないと。まあでもいいネタにはできる。ちゃんと助けられた時にはいいネタにできるよね。いや、ちょっとあんたの顔、あのモンスターにくっついてたよ。最悪ーみたいな。雲や雲や。これはまあ全然大丈夫やろ。何が大丈夫かは知らんけど。黙々フィックル。ほら、名前も可愛いし、オッケーオッケー。いけい。お、いいぞいいぞ。黙々フィックルの行動、可愛い。超絶可愛い。なんかあっという間にやっつけれそうな気がするよ、なんとなく。なんとなく。あ、待って、クルミ危なくない？え、私の時には癒してくれなかったのに、なぜクルミは癒すの？何そのさ。え、つら、なんだその扱いの差は。大丈夫？全然大丈夫よ。その人の心配をしなくてもいいよ。キャー、ほらほら。私が今体力やばくなっとるけど全然無視やもん。お、手伝うありがとう。宴会料理、宴会料理ね、オッケーオッケー。あー、早く早く作ってお願い。あいや、宴会料理召し上がれ。片方は誰にあげてんだ、自分が食えよ。わけのわからない空間に撒き散らすんじゃないよ、ご飯を。おお、だいぶ効く今の。いいやん、フレームタワーとか現実にあったらめっちゃ雲蒸発しそうやけど。から焼き、よしよしよし、ありがとう。いえいえ、みんなちゃんと気づいて。ちゃんと気づいて。特上黙々綿飴、ふう、これで二人目ですね。うん、ピックルに早く会いたいな。すぐに会えますよ。ほら穴に、ほら穴にじゃないか、ほら穴に戻りましょう。切るところが違った。まあでも意味は全然ほぼ変わらんけどね。さあ次はフィッコーちゃんが仲間になって、仲間に戻ってきて一緒に戦う感じかな。いやー嬉しい。嬉しい。はい、お任せで。二人とも美味しかったみたい。よかったよかった。そう、 HP アップ大事なんよね、今のところちょっとやばいので。はい、そしてお小遣い、あ違う、ゲームコーナーが先かな。ルーレットで、ハートのエプロン、ハートのエプロン、ずっ
と言おうんやけど全然くれんねえけど、どういうこと？ください。あ、これはペア旅行券か。ペア旅行券ですねいや、いいけどね、いいけどね、仲いいし。はい、それじゃあ行こう。それじゃあバカンスへレッツゴー。さあ楽しんでくださいまし、ワイワイガヤガヤ。二人は旅行を楽しんだ。よかったよかった、楽しかったねねー。お、好きレベルアップ、どんどん上がってく。好きかも。二人は敵討ちを覚えた。相手が倒れた時に発動する復讐の一撃、許さない。ほい、それじゃあ待って、いや大丈夫いや大丈夫、出発します。なんかすること忘れてないかなと思ったけど大丈夫よね、きっと。料理を食べさせて HP をプラス25以上にしよう、達成。やったねー。ってことで次はちょっとフィッコーちゃんを取り戻しに行ってきます。お、ここからしかもつながったよ、便利はい、行きます。フィッコーちゃん、はい、どうも、来た感動、感動したあ、あいね、久しぶり。大魔王にさらわれるなんてびっくり。でも助かってよかった、ありがとね、あいな。まあね、ついさっきまで一緒におったもんねありがとう大賢者マリア。いえいえ、どういたしまして。さて残りはあと一人ですね。じゃあ行こうか。フィックルが仲間に入った。残りあと一人って言ってもね、ま、パーティーとして組んで一緒に歩けるのがあと一人っていうことで、まだ他にも6人ほど仲間いるから忘れないであげて、その辺のこと。はい、それじゃあ宝箱、宝箱だけかな。みんなずっと一緒だよ、死ぬ時も一緒だよ。なんか怖いなんか怖い。おー、ハートのエプロン、やったやんやったやん。もう全然アイエプっぽくはないけどね全然アイのエプロンっぽさはないけど、いや可愛いです。え、ちょっと待って、どうしよう、これにしよっかな。え、やめて、奥にしたよね今私。これは一応ゲットしたけど、着てないっていうだけ？そういうことかな？あ、なんかそういうことな気がする。宝箱開いとるもん。A ボタンと間違えて B ボタンを押すとかありますか？辛い。はい、フィッコーちゃん。ちょ、待って。じゃ、ここで着替えれるってことやない？着替える。あゆな。服と帽子。ほら、あるやん。あ、よかった。あ、てかこれ、いつでも色も変えれるんやね。これにする。あ、そっか、見た目が変えれるってことは、そういうことか。これめっちゃ可愛い、この水色の。え、超可愛いんやけど、よかった。みんなの様子は特になく。はい、お任せでどうぞ。イエーイ。あ、でもこれであれやね。私とくるみん二人とも水色系っていう。可愛いって思う色は被るんよね。はい、ゲームコーナーでルーレットを。ボクシンググローブをください。これはくるみんのかな？ボクシンググローブって。さあ来い。MP やめ1個。つら。え、つら。ほい、そして。お小遣い。お、いらない。だから急激にみんな全然欲しがらんくなったね。お小遣い、はい、この3人で出発しましょう。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。
最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。